皆さんこんにちは、いちきです。夏休みということでバス釣り遠征に行ってきました。いやー、めちゃくちゃ楽しかったです。もうね、またね、3倍ぐらいに焼けましたね。今さっき帰ってきてちょっと編集しようと思って動画をね見てたんですよ。撮った動画をなんとオープニングをね撮り忘れるっていうことに今気づきまして、急ぎで撮ってるんですよ。まさかの現地でオープニングを撮っていないっていう。西の方のリザーバーを中心に今回は回ってきたので、その時の様子をご覧いただければと思います。ではどうぞ。マジ食った、びっくりした。遠く行かない動画で言ったブレーディングパイルドライバーと、なんだっけこれ、ベローズスティックの 4.8、 やばい、やったー、これ無事あるっしょ。
ートをします。またベローズスティックと、またベローズスティックとウェディングパイルドライバー、これやばい、マジでやったー、綺麗なバス。はい、ということで見ていただいたんですけども、今回のヒットルアーはハニーナゲット、おなじみのハニーナゲットとベローズスティック 4.8 に、ベローズスティック 4.8 をトレーディングパイルドライバーにつけてただ巻くだけっていう、これ本当におすすめなんで、ちょっと皆さんやってもらいたいですね。マジでおすすめなんで、ちょっと皆さん試して、もしよかったら試してもらえたら私も嬉しいです。はい、ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それじゃあのー。Thank you.